えん、なわけねえよだよ、何するのよ。それでは歌ってもらいましょう。純子は傘で香水。君のドルチェ&ガッバーナのその香水のせいだよ。これはきっと香水のせいですね。なんか香りがします。いい匂いだなぁ。これ。このチャンネルが良かった人、Please subscribe! チャンネル登録よろしくね。そしてコメントたくさん待ってます。一緒にブーブーしようね。今日はちょっと汚くておかしい。汚い？汚いっていうか、みんなにあることだもんね。そうそう、みんな人類とか動物はみんなするから、うん、腸の健康がとっても大事だから、みんな腸のことを大事にしようね。そうだな。食物繊維をたくさん摂ること。はい、あとは、へっへはなるべく しない方がいいけど、ちゃんと健康的で臭くないおならをするようにしましょう。ガンガンしてこうね。失敗を恐れるな。ちょっとこの人は恐れないでやりすぎです。人生は実験へ違います。バイ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 。さよおなら。